パーティーに行ったかのような格好。全然行ってないよ。全然全然行ってないです。こんばんはみんな。昨日はライブ終わりに配信ができずごめんよ。やっはー。ちょっとみんなが来るまで SNS をしよう。久しぶりに髪の毛を下ろして巻いて巻き下ろししてるし、なんか雰囲気違うな自分。コンサート中はね全部髪型を上げてたので、今回の2日間のコンサートはどっちも髪の毛をまとめようと思って、1日目はお団子で2日目はポニーにしたので、お見つけやすかった。どうもよかった。こんばんは。今日はお天気が良くてもうねコンサート期間にできなかったお掃除やったり洗濯したりとかですごいはかどった。お天気良かったしね。しかも久しぶりになんかお家をね綺麗にできてすっきりした気持ちがね、しっかりしてるよね本当に。でもやっぱりコンサート期間の癖なのか、一回午前早起きしんくていいのに7時8時ぐらいにはパッて目覚めて、今日はあもうコンサート終わったんやっていう風になってた。暑かったね。でも夜は涼しいけど。こんばんは。改めて2日間3公演卒業コンサートと14周年のコンサートありがとうございました。無事に終演いたしました。ありがとう。無事にほんまにみんなのねことがね、アリーナ席はもちろんやけどスタンドのね後ろの方までサイリウムの色しっかり見えてたし、あとうちわがめっちゃ目立ってて見つけやすかったです。ありがとう。いや達成感半端なかったよ。見えたよみんな。でもやっぱ見えた時の合図はこれの方がさなんか分かりやすいな。なんかゼップの時の癖これしようと思って。見えたよ。筋肉痛というなんか筋肉痛きてたけどなんかあってなる。なんだろう、この普通に体が痛いっていうの筋肉痛ではない気がする。疲れ多分。でもちゃんとお風呂使ったので昨日。でも嬉しい悲鳴。久しぶりの大きいコンサート振り返るにはちょっといろいろ多すぎるけど、まずねムービングステージがすごいよな。真ん中上通っていくっていう。しかもさ真ん中アリーナ席の真ん中の列の人たちはさ上をこう通過していくわけやん。不思議怖いよな。でも乗ってるメンバーも怖いけどさそのくぐられてるみんなも怖いよね。
怖かったよ。これ楽しかったけど、地下はなんかああいう高いところそんな苦手とかじゃないから楽しかったけど、さすがに怖かった、揺れるのが、踊りながらね。だからもうほんまにあれはムービングステージはダンスのなんだろう、激しさも大事やけど、それ以上に安全がね、そう大事だったから。メンバーが落ちたらみんな受け止めてあげてね。なんかさ、一回リハの時にメンバーと喋ってたのは、あのムービングステージの下が透けとったら、え、これ透けてないよなって話してた。やばくないって話してたけど、さすがに透けてなかった。さすがに大丈夫でした。優しい、飛んできたら受け止めるよって。いや、よかった。見下げるの、見上げるの禁止。じゃあまずは卒業コンサートから触れようかな。なおさんのコンサートから。なおさんのコンサートはお昼開演かで、1曲目っていうのかな、前座になるのかな、あれはが、ミツバチガールで、実はね、チケやったことあって、2015年とかかなにやったことがあって、それぶりのミツバチガールでやったことあって、久しぶりの衣装でした。もう恥ずかしすぎたよね、あれでエンジンしててね、みんな後輩がたくさんいる中、先輩チームがミツバチガールの衣装着て、なかなかの恥ずかしさやったけど、もうなおさんのわがままにみんなでやらせてもらいました。あ、ミツバチの写真あるよ、ちょっと楽しみにしてね。スタッフさんが撮ってくれて、めっちゃなんかじわるブンブンってなってるので、ちょっと待ってますだって。うん、ちょっとまずメールの方で一回送って OK そうだったら送ってみます。ミツバチガールから始まって、そう、その時にさ、なおさんがさ、はじめ、壺からひょこって出てきたやんか、始まるよーって、あの蜜壺をがもう後ろから見てたら、プーさんのハニーハントにしか見えんくて、乗り物やんって言ってみんなで盛り上がってた。可愛かった、ハニーハントからのフラストレーション、フラストレーション、 SKE フェスティバル、チャイムはラブソング、アイドルなんて呼ばないで、連続で歌いました。そうやんな、みんな、そう、なおさんのね、卒コンの方は新幹線が止まって間に合わなかったっていう人がいっぱいおったよね。そっかそっか。じゃあちょっとゆっくり一からちょっと細かく言っていくので。そう、でも嬉しかったのは、フラストレーションで自分のポジションで一緒に歌えたっていうのが嬉しかったの。そしたらみんなの感想読むだけね、ヒュッて早めに今は読んでんけど、その時にファンの人たちが近い以上に喜んでくれてて嬉しかったっていうコメントが嬉しくて、しかも嬉しかった、嬉しかったね、一緒に最後歌えて。だからやっぱなおさんのとってさ、すごい大切なね、センター曲でもあって、なおさんといえばっていう楽曲でもあるけど、チカにとってもすごい大切な曲だし、大好きな曲だから歌えて嬉しかった。そう、14周年にもね、ちょっとそれは後で、エモかったよね。でやれて嬉しかったし、アイドルなんて呼ばないで
はなおさんの衣装が可愛くて可愛くてめっちゃ可愛かったよね。なおさんも須田さんももう卒業コンサートの衣装全部可愛い、全部可愛かったな。からの、なおさんのユニットっていうのかな、鬼別で歌っていた楽曲部分で寝ています親友の方が。であれがすごかった、愛しているとか愛していたとかの生演奏がすごかった。タタタタタタタ、あ、そう、ゲストいるんですけど、ちょっとゲストはね今日は今のちょっと声出し NG の方なので、多分みんなの想像通りだと思うのでで、チカが一緒に歌わせてもらったのはマキコさんとドラフト一期の同期でジュックローネとパンを歌わせてもらってんけど、個人的にめちゃくちゃ好きな曲で、歌えてめっちゃ嬉しかったけど振りが難しくて大苦戦してました。けど歌えて嬉しかったし、なおさんのポジションで歌えて、実は偶然ほんまに知らんくて嬉しかった。でもあれは怖かったの、地味に踊ってる時にムービングステージが動いてて、実は動いてましたっていう。歌ってで、チカが何気に結構緊張してたパートがその後にあった、10期生と11期生とアーヤとチカのメンバーでMC がほんまに一番争うぐらい緊張したかも、ナオさんのコンサートで緊張した部分です。うん、あれがなかなか緊張、早速緊張したの初めて、ほぼほぼでもまあ喋ったことはあるんだよね、みんなほんまはね、みんなにちょっとさ、みんなの声を聞きたかったんけど全員ね回せず、ド緊張でした。からのもうなおさんワールド全開ブロックね、あのアンテナで鬼ごっこが始まったり、あとはサラダでなんか衣装チェンジしてるメンバーがいたりからの、あの MC の伏線回収、それを言うの忘れて、このメンバーがまた登場するかもっていうのを言うの忘れてちょっと後悔した。お、なってコメントでね、ちゃんとあやで落ち着きられつけられてて腕上がったなってみんなで言ってたでね、何ファンの人たちのお疲れ様会的なやつ。そう、やっぱね、彼女は大 爆弾トークを持ってると思ったので最後に置いとこうと思って、もうあれは台本見た時から絶対これはあやが最後やと決めてて、で、あの MC メンバーで毒毒ブロック、毒リンゴ毒グモで、もうそれこそなおさんワールドまた全開で、部分で毒毒ブロックが終わったら、シングル、あそこ春夏秋冬のところかな、ブロックでめっちゃ面白くない、なんか奈緒さんらしい発想すぎて、春夏秋冬の楽曲で、春が片思いファイナリー、夏が花火終わらない、秋が言い訳メイビー、冬が12月のカンガルーっていう、めっちゃ面白いよね、なんかあ、そういう組み方あるんだとか、花火は終わらないとか全員でしたの初めてやし新鮮やった、面白いよね。
ていうのがあったりで、僕の太陽もいい曲ですね、本当にあれ大好きです。僕の太陽いい曲からのアンコールでなおさんの光さす、もうあれはみんなで袖でモニター見てうわ可愛いって、まずねなんか奇跡映像が流れるやんか、あれにもう涙出てきそうになってうるうるしながら見てて、愛してラブル To be continued、 これコンティニュード、ちょっと言えへん、 To be continued で、めっちゃさ何回もさあやばいってなったシーンがたくさんあってんけど、そのたんびになんかなおさんがみんなを笑顔に変えてくれるっていうか笑いに変えてくれる、本当になおさんらしく最後の最後まで笑顔で終わったコンサートで、いっぱいなんか笑顔にさせられちゃった逆に。そうなんかしんみりさせないのがなおさんらしいなって思うし、 To be continued でなおさんとハイタッチするところがあって、もう一瞬過ぎてね、なんかまだ寂しさを実感できん、なおさんがいなくなるのを実感できんけど、ちょっとずつするんだろうなと思って、なおさんのドレス姿も美しすぎた、めっちゃ似合ってた青色、なんかずっと予想してた、なおさんの卒業ドレスは何色なんやろうって言ってて、みんなは予想当たった？可愛かったな、やっぱ本当に綺麗。あー黒とかもっぽいね、確かに。なんかなおさん、本当になおさんって唯一無二の、本当になおさんしかいないっていう存在で、そうちかもその時初めて見たドレス、まあでもリハーサルの時に見たかな、そこで初めて見たかな、知らんくて、でも逆に当日まで見たくなかったよね、楽しみにしとこうと思って。なんかいつからちかはさなおさんが憧れって言ってるんだろう、あれかな多分、あリセット公演見に行った時、うん違う、49見た時かな、入って加入して SK になってステージ見てすごい惹かれたのがなおさんで、表現力だったりずっと憧れで、やっと最近になってさご飯行きましょう、やっと最近やってご飯初めて行った中だし、だからもっともっと前から自分から話しかければよかったなって後悔もあるけど、正直でも今こうしてなんかなおさんに何でも話せる関係になれて、多分これからも絶対会うし相談するし出会えてよかったなって思う先輩の一人、月一で遊ぶ約束は頑張って続けるので、まずはねなおさんの卒業公演が終わったら10月にお疲れ様会してあげるんだ、絶対そう焼肉近くごちそうするんだ、みんな報告待っててね、かな。じゃあ次はあかりさんの卒業コンサートは、まずあかりさんのねソロ曲から始まって、大好きあの歌、今の私じゃダメなんだから始まって、全員で、あ、全員じゃない、まず詩人があってDSK48で俺とくシアターの女神をフルで踊らせてもらって初めてやったよ、あシアターは一回踊ったことあるけど俺とく初めてで新鮮で、そういうとこあるよね、もうフルですごい、なんかやっぱフル尺ってさファンの人たち嬉しいよね、しかも絶対見る側だったらフル尺で曲聴けるの嬉しいもん、歌わせてもらって、結構ねあかりさんの方は始め頭めっちゃねボリュームあるというか初めからねあって、でそっからユニットブロックなりまして、そっから次が、総選挙ブロックで
しかもね、なんてボヘミアンと抱きしめちゃいけないをまず踊ってた。だん、めっちゃ感動した。なんか総選挙の映像を見た時に、あ、なんかめっちゃ本当にあかりさんってすごい人なんだなって、こうどんどん夢を掴んでいったっていうのか、ファンの人たちと一緒にだよ、うわすごいって素直に思って、映像見てかっけーってなった。で総選挙ブロック一緒に歌わせてもらって、あ、なおさんの方一個抜けてた、センチメンタルトレイン歌ったチーム S で、ちょチームごとに歌わせてもらうブロックで、そこで歌ったんだ。そうやったの。戻ります。で総選挙ブロックやって、で次がまあいろいろね曲ある、自分の参加したところを今言ってるねんけど、あそこ、あ、ワンツースリーをよろしく、あかりさんがジャンプアップっていうのかな、あれ演出でパーンって飛んできて、かっこいい演出でずっとやりたかったのってリハーサルの時から実は言ってて、夢かなったってすごい嬉しそうに言ってるあかりさんが めっちゃ可愛かった。ワンツースリーをやらせてもらって、で最後のブロックが、君が思っているより無意識の色、パレオはエメラルド、金木星、パレオはエメラルドはね、紅白歌合戦の演出をオマージュっていうの、オマージュなのかな、再現、みんなでやらせてもらったり、もう金木星が素敵な曲すぎて、しかもオレンジ色になったのもめっちゃ素敵な景色を見せていただきました。本当にでした。でアンコールはあかりさんのソロ曲から始まって、もう映像 もうみんなで袖で見て、もう周りから鼻水のすすり声、メンバーのね、もうみんなが映像見てうるうるして、なんかあかりさんの話す言葉がすごい響くし、なんかね、背中でも語ってくれたし、語るだけ、なんか語るっていうのはちゃんと言葉にして伝えてくれることがあかりさんはたくさん多くて、でもそれをさ、みんなに言うのってなかなか勇気がいることやんか。別に正直言わなくてもいいことでもあるけど、でもちゃんとそれを分かりやすくみんなに伝えてくれるのってほんまにありがたいことだし、その改めてあかりさんから教えてもらったことをこれからまた自分たちが教えていけれるようにも、伝えていけられるようにもならないとダメだなっていうふうに、すごいいっぱい学ばせてもらった先輩の一人。がかっこよかった。あかりさんの卒業ドレスもめっちゃ可愛かった。ちか好きだったな、なんかさすがすぎた。めっちゃ似合ってた。綺麗だったな。そう。気持ちがね溢れて、でもその泣いちゃうあかりさんも。素敵だし、あんな風になりたいなって思う。あかりさんの印象的なところは、ところというかのがあって、それが初めてあかりさんに会ったのが多分前座でドラフト候補生の時に、前座で SK 劇場に偶然行かせてもらっとってんけど、その時にシアターの女神公演であかりさんが楽屋かな、楽屋裏でいた時にお疲れ様ですって挨拶した時にめっちゃくちゃ満面の笑みで挨拶してくれて、お疲れって言ってくれたのがすごい今でも印象的でずっと覚えてて、その時から、あ、
後輩に声をかけられたらもう絶対安心させてあげようって思うようになった。こうなんだろう、ちゃんと目と目を見て笑顔で返そうっていう風に学んだ。やっぱりそれをめちゃくちゃ近いが覚えてたから、覚えてるから今でも、ってぐらい印象的なのがずっと今でも覚えてるあかりさんとのエピソード。ねえ、ゆりやさんがさ、しかもサプライズで出てきた時になんかちかがモニターに映ってたみたいで、ちかの笑顔がめちゃくちゃ満面の笑みだったよってね、ピオちゃんかに言われて、そしたらファンの人にも書かれてためちゃくちゃ喜んでるのが映ってたよって、恥ずかしすぎまた頭もギュってしてもらって、またね10月かな、落ち着いたら会いましょうねって言って、可愛かったです。相変わらず恥ずかしい、にやけてる笑み、なんかさ嬉しさが出てたよね、はず。ねえ、受ける待機してるのはスタンドから見えてたってゆりやさんが、そうなん、見えてんねや、あれ恥ずかしい。ファンじゃない、憧れなの。憧れなんです。かゆかゆ、素敵、同期ってやっぱ素敵だよね。なんか一日にさ SKE で大きな存在の人の卒業を見送るってさ、なかなか気持ちがついていかへんしさ、まだ不思議な感じやねんけど、でもね先輩たちが卒業しても SKE の勢いを止めないように、ありがたいことにね、その次の日が14周年のコンサートでやらせてもらえるのもやっぱり意味があったと思うし、まだまだすごいんだぞ、やれるんだぞっていうのを次の日では絶対に見せなきゃいけないっていうプレッシャーもみんなあったし、なんか改めてすごい気合が入ったコンサートだったし、14周年のコンサート、昨日のコンサートを振り返したら、まあ、まずはねシングル29曲連続ノンストップメドレーかな。びっくりした、みんな、あれまさかの、答え合わせいたしますと、チカが参加した楽曲はごめんねさ、あ強き者よね、ツイードドラしてもらって、ごめんね様、片思いファイナリー、賛成かわいい、賛成かわいい、あたやし、あれ金の愛、銀の愛、ちょっと待ってね、あれ何人で参加したっけな、金の愛、銀の愛、いや覚えてんねん、覚えてんねんけど、曲順出はけだから、でも出はけとかもめっちゃくちゃ大変だよあれ、あれどこだっけな、賛成かわいい、金の愛、銀の愛、いやもう一曲ある、この前に出てる、あれなんだっけ、いやフラストレーションだよ、もちろんフラストレーション、
心にフラワー、あれなんか7曲だけだっけな、自分もっと出てる印象あってんけどな。ちょっと立ち位置表を見たいと思います。合ってる強気もないよごめさま、ファイナリー、賛成かわいい、金銀、フラストレーション、心にフラワー、7曲だ、合ってんじゃんでした。いやこれはなかなか衣装もね、当時のその曲の衣装でメンバーによって早替え移動出はけ曲尺とかも全然違うから、なかなか今までで一番頭使ったというか楽しかったけど、もうねなかなか大変だったメドレーやったけど、でも見てたみんなからしたらすごい見応えはあったんかな。確かに前後左右見るの大変やったよな、次はどっから出てくるんやろっていう、なんかそういうワクワクもね楽しんでもらえたら嬉しいし、でもやっぱすごいファンの人の感想で多かったのはフラストレーションが嬉しかったよって言われた、ありがとうみんな。初めて自分以外の衣装を着てん実は。で今までフラストレーションのさ、自分があの衣装を着れるなんて思ってなかったからね、大好きな奈緒さんの衣装を着させてもらえて、なんかほんまは石尾さんがどうする、ちかちゃん自分の衣装を着る、それともって言われた瞬間に奈緒さんの衣装がいいですってもう言ったもん、着たいですって言って、すごいなんか気持ちがやっぱり前日にね踊ってたっていうのもあんねんけど、卒業コンサートって回ってんけど、嬉しかった素直に、楽しかったしね。で初めてなんかフラストレーションでみんなが膝にあざを作りまくってた意味を感じて、今までさフラストレーションのサビ終わり、フラストレーションさばけパーって言ってさしゃがむやんか膝立ちで、その時今まで長ズボンやったからさスライディングみたいなシュッシュッってできとってんけど、初めて短パンでやって、あやれんってなって、初めてやりづらかったあれがっていうのがありました。嬉しい、みんなが喜んでくれて、あの曲を全部を出し切った、まずはいろんなね全部出し切ったけど全部の曲で、ゾワゾワしたって嬉しい、ありがとう。そうなの、だから朝できたのいるよ、絶対フラストレーションこれ、そう地下の石は甘いやってん、あれめっちゃお気に入りやねんけど長ズボン、ありがとう。もっとねみんなとこういう風に楽しい湧く瞬間、もっとみんなが嬉しいと思ってもらえることをコンサートでたくさん増やせるように頑張るね。やらせてもらったりで、メドレーが終わったら次はシングルブロックかな、30枚目のシングルの片思いファイナリーを、違うって片思いファイナリーじゃない今ナチュラルに間違えた、片思いフォーエバー、片思いフォーエバーを歌わせてもらいましたごめんよ、あの MV 衣装でやれて嬉しかった、片思いフォーエバー歌いました。でみんなでコナジャンプ、ピノキオ軍、 SK48 と今日までのこと、これからのことで、アンコールは後ろから登場っていうのかな、客席アリーナ席を歩かせてもらって SK フェスティバルで、まさかのここで詩人仲間の歌で、僕はシティになります。だったんです。あそうチーム曲のねブロックもねえ一番大事じゃん、チーム曲、愛や君に愛や僕にもあんな大きい場所で歌えたのも嬉しかった、気持ちよかったです。で
まさかの頼りは翼だけだ。 DJ コウさんとコラボさせていただきました。14周年はいろんなアーティストさんとコラボさせてもらってんけど、まさかのチームエースが DJ コウさんとやらせてもらえるっていうので、みんなびっくりした？最高でしたね。びっくりしたかな。私なんか個人的に嬉しかったのは DJ コウさんですっていう風に紹介させてもらえたのも光栄だったし、ねえ嬉しい。そう、頭上通過してました、コウさんが。ねえ懐かしい。コウさんを従えてソロパート歌うのかっこよすぎた。いや確かにあんな大きいところでソロ歌えるとも思わなかったし、もうめちゃくちゃ緊張した。今日楽しかったし気持ちよかった。そう、コウさんとみんなで写真撮れて、もうねコウさんが本当に優しくていい人で、なんか写真撮ってる時もコウさんどんなポーズがいいですかみたいな、みんなでお話しした時も、ねえちゃん最高ってポーズしようとか、ギャロピースコウさんが言ってて可愛かったし優しかったし、なんか絶対こんなねコラボできるなんても思ってなかったし、すごい最高の瞬間だったね。またね何かでご一緒できたら嬉しいです。公演もしたくなったな早く。いやいやもう絶対登場ノーマークだよ、どの楽曲もね。まさかすぎる。なんかもう一曲じゃもったいないぐらいね、もっと一緒に歌ってたいくらい。本当にコラボしてくださった方々に感謝だし、すごい楽しかったし、またみんなさんと一緒にできる日を頑張って。まあいろいろね、アンコール明けいろんなサプライズがあって、新世代コンサートだったりね、6期生の10周年ライブだったり、で K2 の新公演が発表されたり、あと劇場へ行こうキャンペーン、劇場行って美味しい名古屋名物食べようキャンペーンもあったり、もうあの時のほののがめちゃくちゃ喜んでてめっちゃ可愛かった。隣にいてすごい美味しそうみたいなずっと言ってて可愛かったの実は。で思い返せば1年前の今頃、ちょうど10月かにチーム S も新公演の発表があって、1年経ってなんかすごいいろんなこといろんな感情が蘇ってきたけど、新公演いただけるってすごい光栄なことだし、もちろん不安もあるとは思うし、不安の方がねでかいのかもしれへんけど、でもやっぱりできることもらえることの凄さはほんまにありえんくらいすごいから、いただけるからにはそのいただいたこの新公演をしっかり自分たちのものにして、自分たちの強みにして、新たに今いるファンの人たちはもちろんやけど、もっとたくさんの人に SKE を知っていただけるきっかけに、これからまだまだみんなで頑張っていかなきゃなって思うし、自分ももっとこうコンサート通して思ったのは、あ、もっと SKE の歴史に名を刻める人になりたいって思った。もっと自分も頑張らなきゃなって思うのは、やっぱりこうコンサート通して、まあ、選抜のポジションだったりもあるし、そういうのを見てると悔しいなって思うこともあったり、衣装とかも違うっていうのも悔しいで、素直、正直めちゃくちゃ思ったこともあったし、まだ一回もライブで、なんだろう、こう選抜のポジションでずっとコンサートしたことがなくて、実は。初めて自分が選抜入った時には、大きなコンサートがなくて、そういうステージに立つ機会がなかったから、それも目標の一つだし、
もっとかっこいいってなんかゾクゾクさせるぐらいの自分のパフォーマンスだったり存在感を出していきたいなって、出せるようになりたいっていうのを強く思ったので、15年目ももっと今以上に頑張らなきゃなって、自分も危機感がすごいあるし、だからもっとなんか気合が入った2日間でしたし、これからも15年目もみんなついてきてください、応援よろしくお願いします、です。そう、やっぱりフラストレーションの時のね、やっぱ嬉しかったしね、こう進行炎がね、どんどん K2 ももしかしたら次もいいかもしれないし、こう順番にこういただけるってなったら、逆に言えば今こうチーム S がもらった進行炎が、まあ、ある意味言い方的には一番古い、ちょっと言い方があれやったら申し訳ないんだけど、古くはなるから、でも何年経ってもこの気持ち、あゆ君、あゆ僕に公演をいただいた時の初日の気持ちを忘れずに、ずっと毎回の公演で気持ちをみんなに届けられるようにこれからは頑張っていくので、もっともっとチーム S も松本千佳子ちゃんもみんな見ててね、 K2 も多分 E も絶対素敵な公演をみんなで作るのは絶対作れるから、負けないように S も頑張る、待ってます、劇場でも直接前に来てね、みんな大会の楽しみにしてる、まだまだ進化中、そう、そう、チーム S が進行への先陣を切ったからには、その先陣を先頭でみんなが引っ張っていけれるように頑張ります。よろしくね、みんなこれからも、はい、頑張るぞ、15年目もみんなで頑張るぞ、15年目もよそ見せずに松本千佳子ちゃんの応援をするぞ、せーの、えいえい、あー一人だけど、みんながこれあのやってくれてると信じて、あー、はい、みんなコメントでおーって書くんだよ、おーって、はい、そう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 、みんな書くんだ、ちゃんと決意表明優しい、ありがとう、じゃあ今日はここまでにしようかな、そうさ、強制よ、全部強制、みんなはついてきてくれるから、脅してません、みんな言い方やだなちょっとこれからインスタだったりツイッターにちょっとずつ写真を上げていくので待っててね、ありがとう、ではみんな月曜日、明日からまたね、まだ1週間が長いけど頑張ろうね、見に来てくれてありがとう、バイバーイ、ゆっくり休むんだよ、ご褒美食べちゃった、昨日深夜にあるものを食べたの、美味しかった、ハゲンダッツ食べたんだ、そしたら顔パンパンだった、今日の朝だから顔パンパンだからやばいと思って、もう家の中をありえんほど往復して掃除しまくったらね、ちょっと戻ったけどね、まだむくんでるの、じゃあねー、それだけ食え食えって、みんなもいっぱい食べるんだよ、風邪ひかないようにね、バイバーイ。